Welcome to my channel. こんにちは。現役高校音楽教師ピアニストまゆみです。今日はですね、新しい相棒の車の中からお届けいたします。えー、ちょっと前回の動画と、えー、若干ちょっと日にちがずれているんですけれども、9月中になんとかあのー、引き継ぎといいますかね、あのバトンタッチを無事することができまして、 まあ団長の思いではありましたけれどもおかげさまで今はこの新しい子になれようと思って必死で頑張っておりますよ。はい今日はですねどうしても9月中に撮っておきたい10月そして10月を迎えたいなと思いましたのであのー、撮らせていただきます新しい車のそしてねこれ今ねえっ、ー、と助手席に座って撮ってるんです。私ねね前の子って、ね、18歳 18年乗ったんですけれどもあのね家族と親しい友人以外は本当に乗せなかったのでこ,のここの,あの運転席だけがこうなんていうんですかへ,へこんでというかそのあのすごくあの稼働率が高くて他のところのシートってふわふわだったんですね信じられないぐらい18年って信じられないって皆さんに言われたんですけれども。 だからねこれからね、まあ、あの前回の動画あの運転してもらってここから撮ったっていうなかなか私にとっては新鮮な絵だったっていうこともあるんですけれどもこれからそのいろいろなこうねあのそれぞれの,あの座席をちゃんとまんべんなく使ってえだから今ここでね今回のってなんかここにこんななんかねいろんななんかこうあるの仕掛けが、うん、だから あのお弁当を今ね食べましたよ車の中でそしてねこれはねよいしょこの何ていうんですかねこれ紙紙のなんかテープってありますでしょそれであのーうん、カッシーナって皆さんご存知かなすごく高いイタリアの,あの家具メーカーなんですけどそこにこういうのがね こうマトリーシカタイプであったんですけれどもすごくそれが素敵でですからあの母がこういうことすごく得意なんで作ってって言って作ってもらったんですこの市松模様のなかなか素敵ですよねでこうやって備長炭を入れてまああの空気の浄化になればいいなと思ってここに置いてありますよはい前置きが長くなりましたえー、それでは本題に入りますえー、皆様 明日から10月でございます10月から、えー、どういう状況になるかわからないものが始まります。えー、今回その石破さんになったっていうことでうん最も自民党なのかしらと思うぐらいの左の人ですよね。あのー、若い頃 田中角栄さんにすごく可愛がられてたということであの若い頃のお写真見たらすごい細くって結構かっこ結構って失礼な言い方なんですけどあのかっこよくてねあのね私こういう話をするとよくまゆみちゃんって痩せてることがすごくいいことだと思ってるでしょって言われてる言われるんですけど違うんです若い時に痩せてる人が太るのは大変まずいだろうと思っていますはいでそういうことで言うとあのまあ <laughs> 河野,さんね、あの河野さんのお父様ってあのかつて日本新自由クラブだっけ何だっけちょっともうあまりにも透明が変わってるから忘れてしまいましたけれどもこう白いこう T シャツをね脱ぐポスターがものすごく印象的で当時はねその息子さんでお父様に移植でご自分の臓器をあげて。 差しし上げてててららっっっっゃるっていうかか私河野さんん結構イメージ良かったんだよねだから今回のこの「ねえ2億回打っても1人も亡くなってない」とか「僕は運び屋だ」とかって言って今逃げ回ってるじゃないですかだからすごい残念なんですよもともとは私とってもイメージ良かったんですよあの方のおお親思いの優しい人なんだなって思ったんですね。うん であのー、いろいろお話ししたいことはたくさんあってその健康アドバイザーの資格を取ったので半年ほど勉強をしましてもう信じたくなかったけど本当にそうだっていうことがたくさんある中で、えー、私もチャンネルを続けていきたいのでギリギリお話しできる範囲のことをお話ししてまいります。ここね立中でさっきからすっ すごい車がね、通るんですよ。びっくり。一番静かなね、遠いところに、あの皆様、立中に止める時って思いません。なるべく皆さん近くて、下の階に止めたいと思うでしょう。やっぱりね、あの、私、新しい車になったばっかりだから、あの、できるだけこう、広いところに止めたいわけね。だから、あの上の階の広いところにサクッと止めてるんですけど、あのね、まあ、ナンバーが映らない程度に取りますけど。 いい車ってね、上層階に泊まってるのびっくりした、さっきまで隣ポルシェだったし、あのフェラーリだったりとか、そういう感じなんですよね。はい。で、またちょっと脱線しましたけれども、あのこれからどうなるかわからないです。で、あの、え駐車のことです。で 65歳以上からっていうことなんですけどあの私の父施設に入っておりますからね拒否権がないかもしれないのでしかも父が打たたなくっってっていうことですよね、うん、でその健康アドバイザーの,その勉強会の方で教えていただいたことによるとですね 皆様お風呂が一番危ないんだそうですよだから皆様温泉とかサウナとかに行くのは当分の間をお控えくださいね今後どうなっていくかわからないですだけどそのすぐに結果が出るような症状では逆にないからこそ恐ろしいのではないかと思っています全てででですすのわからないですただはっきりしていることはあのねこれねなんて言うんだろうあの 電磁波を取るものねあの車の運転ってものすすごく電気を実は体にめるらしいんです私ねあのまた10月に入ったらのそのあたりのこともお話しますけど私ねあの、うん、とにかくねびっくりするぐらいちょっと腎臓の値が悪かった人生で初めてで2年かけて戻したんですけどっていうそのあたりのこともねうん 今だから吉野先生のの読をを抜くっってていうのをやっておりますであのどうしても私はあのピアノのことだったら何でも答えられるんですけれどもそれ以外のことはどれだけ勉強しようとも専門家ではないので言葉足らずだったりとかなんかあの誤解を招くような変な表現をしてしまう可能性があるのでどうぞ皆様あの吉野先生の動画を あの、いいなと思うものを貼っておきますので、あの、ぜひ、あの、そちらでお勉強なさってください。そして、あの、とりあえず今言えることは、まあ、混むとこにはいかない。それから、お風呂とかサウナが一番危ないそうです。なので、私はね、身内の説得が一番今難しいですよ。はい。だから、 大げさだねとか神経質だねとかそんなこと言ってとかあの言うからね、うん、だけどあの今回のことだってこのシェディングの問題だってすごい深刻なわけじゃないで私の周りで、うん、接種以後亡くなった方いっぱいいるのねその直後じゃないから因果関係わからない。 だけでうん、というわけで私たちに何ができるかって免疫を下げないことだけなんですあのいつも言ってますが免疫を上げようと思うとものすごいストレスになるので下げない下げないためにはどうするかっていうとっていうのがその未病で防ぐという吉野先生のお考えのその4毒を抜くっていうのと5枠ですか。うん、でまあ私の場合はこの電磁波なんていうのはもうぶんその。 あと後の,後の話だと思うんですけどまあ一応ねできることはこれはあの美容院で買いましたあの頭本来は先発の時に使ってくださいって言われるんですけどまああの運転してる時にこう膝の上に置いたりしてるんですねというわけで皆様明日からあのはいあの健康習慣できることね気をつけてサプリメントを取るとかじゃなくて早寝早起きをしてあの でやめられるものをやめて、えー、皆様で備えて頑張ってまいりましょういつもありがとうございますそれではまた別の投稿でお会いいたしますもちろん音楽の投稿もこれからしていきますよ最後までご視聴ありがとうございました